海塚トンネルとは、千葉県千葉市若葉区にある、京葉道路及び、国道16号千葉バイパスのトンネル。海塚トンネル、京葉道路海塚インターチェンジ千葉東ジャンクションの間にあるトンネルで、京葉道路で唯一のトンネル。名前の由来は、荒屋敷海塚の地下を貫くことからと思われる。高校の形が上下線で同じである。京葉道路の名番には、 海塚トンネルと書かれているが、国道16号の名番には、海塚水道と書かれている。京用道路の海塚トンネルは、荒屋式海塚の保存のために、京用道路の構造をトンネルに計画変更された、もので、埋蔵文化財の保存対応のために、道路の工事費が24億円増加し、道路供用も当初予定から2年遅れる元となった。上り線は、 渋滞時追突事故に注意が必要である。当トンネル先にある貝塚インターチェンジ、穴川インターチェンジが渋滞の名所であり、当トンネルが渋滞の末尾になることがある。また、このトンネルも渋滞の先頭になりやすい。このため、トンネルを出た先のカーブで渋滞の列に気がつき、ブレーキをかけても間に合わずに追突する事故が発生しやすい。民放ラジオ局や、 ハイウェイラジオからの交通情報、さらには前方に注意して走行することが必要である。ありがとうございます。